はい、お疲れ様です。山です。キングダムハーツニオクロス続き見ていきます。さあ、次で多分最後ですね。はい。送った後ね。はい。夢のようなひととき。あれみたいな。はい。気づかないんだ。そっかそっかそっか。綺麗すぎて気づかない。待ってよ。どこかで見、あったような気もするわ。12時ですね。うん。うん。急だね。まあ、それぐらい時間を忘れてたっていうことですよ。そうだね、これっきりになっちゃうから。いや。ああ。なんか。ねえ、破れたままなのはすごいかわいそうだけど。せめて魔法で、普通にぐらいにはしといてほしかったよ。まあ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 。ね、忘れて、ね、それぐらい楽しかったんだよ。うん。あ、知らないんだ。そっか、王子様って知らずに踊ってたんだ。残ってる。え？あ、そうなんだ。靴は、そっか、残ったんだね。そっか。王子様のもとにも、シンデレラのもとにも一個ずつ残ったんだ。はい。国王の、国、なんだこれ。あ、そっかそっかそっか。探してるっていうね。はい。綺麗な女性をね。手がかりは、ガラスの靴である。我が王国に住むすべての未婚の娘に、前に述べたガラスの靴を試してもらえば、足がぴったり合う女性が見つかるはずである。その女性は皆に祝福されて王宮に迎えられるであろう。なぜならその女性こそ王子が真の愛を抱く人であるから。うん。
から靴しか手がかりがないってね、すごいよ。さあ太鼓は大忙し。これ履いて回るんだよね、履かせて回るんか。このハートレス面白いね。ガラスだからね、割れやすいんだよ。はい、次ね。手がかりはガラスの靴。ドリゼラ・アナスタシア。完全に諦めてる。うん、まあ履けたらねっていうのはあるけど、顔でわかるっしょ。履けてしまえば、ああ、そういや、こんな顔だったかな、とか思うのかな。うん。履ければ、王様のご命令により、その娘が王子様の花嫁になる。あの母親は気づいたね。閉じ込められたシンデレラ。やばいね。姉妹のあがき。結局、足入んなかったら意味ないからね。うん。俺、相棒だったっけ？でかっ！サンダルにもなってないじゃん。マジか。そんなに違うもんなの？すごいね。あ、そっかそっか、踊りすぎたから、足むくんでるって。
入った。あれ？ああ。けど、いろんな人の話がさ、あそこに突っ込まれるのってなんか嫌だね。どうなんだろう、時代的に靴下とかなかったのかな。衛生面がすごく気になるかな。毎回拭いてくれてるのかな。まあまあ、かっこいいねこれ。うん、もう閉じ込められた。解放しないとシンデレラがね、見つけてもらえないから、ね、あとは頼んだ。ん？おお、夫人のハートレスか。プラスルシファー入ってるねこれ、尻尾がさ。信じていれば夢は叶う。娘か。ってことは、この母親も、じゃあ、母親はダメなんだ。この二人とってことか。すべての女性にではない。あ。なんと。注意したのに。僕も叶えたい夢を君に見せてあげたいな。夢を待たせてあげたいってこと？ん？うん、頑張ろう。まあ、いい話でしたね。はい。まあ、有名な話ですけどね。はい。さあ、その後です。ね。はい。夢の続き。お、この剣持って歩いちゃ危ないよ。そっか。この子はあの家にはもういられない、いられない？シンデレラってさ、もうこっちに、こっち
さでいいのかな。はい。うん。意地悪されることもないし、幸せそうで俺も安心さ。うん。どうも。生きづらいよね。違うってどういうこと？うん。ああ、自分のこの心が夢を叶えたっていうこと？うん。ああ。いい話でしたね。はい。幸せに暮らしましたということかな。ネズミともどもね。ネズミも王宮暮らしか。すごいね。あとは本当に駆除されないようにネズミなんだ。っていうぐらいかな。はい。ということで全部見てきたね。これで。多分ね、全部見たと思いますね。はい。ということで、じゃあこれで以上ですね。はい。ありがとうございました。